田政権で進む高齢者の定義70歳以上へ引き上げ議論。実現すれば夫婦で1800万円の年金損失&負担増の試算。岸田首相は支持率低迷の中、1人4万円の定額減税をアピールしていますが、同時に高齢者の定義を65歳以上から70歳以上に引き上げる議論も進められています。これにより年金受給開始年齢が遅れ、国民生活に大きな影響が出る可能性があります。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。みんなの反応としては、年金制度の変更に対する不満は大きいです。少数意見としては、年金の廃止や投資への転換を求める声もあります。みんなの反応。要するに、昔は年金に入れば老後は安心だって言ってたけど、今は65歳まで年金を払わせようとしてるし、支給額も減らしてるし、支給開始年齢もどんどん遅くしてるんだよね。厚生労働省が高齢者の雇用推進してるのも、実は年金が破綻しそうだからごまかしてるんじゃないかって思うんだ。65歳まで再雇用って言った後に年金支給年齢を65歳に引き上げたし、今度は70歳まで雇用って言ってるから、きっと年金支給開始年齢も70歳にするつもりなんだろうね。年金が破綻したら厚生労働省は責任を取らなきゃならないけど、制度が続いてれば責任を取らなくていいって思ってるんだろう。国民からしたら詐欺みたいなもんで、許せないよね。でも、これが厚生労働省の本音なんだろうな。岸田政権、ほんとひどいよね。健康寿命が伸びてるって言うけど、ほとんどの高齢者は何かしらの持病を抱えてるし、少ない年金じゃ生活できないから無理して働いてるのが現実。これから平均寿命も下がるって言われてるし、今の若い人たちのストレスや将来への不安は相当なもんだと思う。戦後世代の私たちががむしゃらに働いて、老後は年金で余生を送れるって信じてた頃とは全然違うよね。自民党が好き勝手やって、今のように年金じゃ生活できない状況を作り出したのに、今度は高齢者の定義を70歳や75歳に引き上げて年金受給開始を遅らせようとしてる。現役世代はもっと怒るべきだし、解散総選挙して国民に信を問うべきだと思うよ。私は60で定年、65まで働いたけどだんだんきつくなった。60までは健康だったけど、体や心が弱い人にとって65以降は大変だと思う。個人差はあるけど、穏やかな老後を送れる社会制度が欲しいね。子供を持たない選択をした人や、結婚できず子供を持てなかった人が増えたのは社会の責任だと思うんだ。高齢者が多くて子供が少ない社会がどうなるか、国民も想像できなかったのも問題だよね。でも一番の責任は、国の舵取りをしっかりできなかった議員たちにあるんじゃないかな。ただ、責任を追及しても過去は変わらない。これからの20、30年、団塊ジュニアが減るまでは税負担が厳しいと思うし、その後も子供が少なければ税負担は軽くならない。自衛隊や警察、消防などの公共サービスも維持できない社会になるかもしれない。だから、今の行動が20年後の自分にどう影響するかをしっかり考えて行動しないと、20年後も後悔することになるよ。高齢者の定義を変えるのは自由だけど、年金の支給年齢を変えるのは憲法違反だと思うんだよね。今でも生活保護を受けてる人や、生活保護基準以下で生活してる人がいるんだから、年金の支給年齢を変えるのは国民投票が必要なくらい大きな変更だよ。まずは国会議員の定数や自由に使えるお金、内閣官房機密費、ガソリンの暫定税率、官僚の天下り先への支出をカットするべきだよ。税金は上がり続けてるのに、年金額は下がって、もらえる年数まで変わろうとしてるのはおかしいよ。国会議員の給与と国家公務員の給料だけが上がり続けるのも納得いかない。自民党は裏金だけじゃなくて、自由に使えるお金も報告義務をなくそうとしてるし、年金減額は絶対に認められないよ。自民党は政治家と国家公務員の身分しか守らないから、自民、公明、維新、国民民主の連立政権には反対だね。国会議員も70歳以上で定年制にすべきだよね。国民にばかり締め付けや義務を押し付けて、議員だけ特別扱いはおかしい。政権支持率が 30% 以下を1年以上続いたら総理辞職や解散を決めるべき。国民の過半数が現総理を支持してないんだから、議員自身がまず変わる努力をしろって思うよ。最近、幼稚園バスでの幼児取り残しや高齢者のアクセルブレーキ踏み間違いなど、痛ましい事故が増えています。
70歳を過ぎると健康状態に差が出るのは当然で、高齢者が働くことを必須にすると、こうした事故を社会が許容せざるを得なくなります。それでもいいんですか？少子化や財政難で高齢者も働かざるを得ない状況が続くと、日本がなくなるかもしれません。まずは都知事選、次に国政選挙で投票して民意を示しましょう。65歳や70歳まで働ける人はいいけど、解雇されて再就職しようとしても採用されないことが多いよね。年金支給年齢が上がるなら、高齢者向けの非正規雇用枠を作ってほしい。無職で貯金もなく、年金も受け取れないと、高賃金のコールセンターや怪しい仕事に手を出さないと生活が厳しくなるよ。定年退職後に就活してみたけど、60代だとほとんど不採用。応募から2週間で不採用の連絡が来るし、ひどいところは採用の場合だけ連絡が来て、不採用だと履歴書も返してくれない。現場の仕事はあるけど、高齢者の怪我や事故が多くて、契約、個人事業、だから労災もない。結局、リスクを取りながら一生働くしかないんだよね。政府が高齢者の定義を変えるのは、社会保険制度の見直しが目的だと思うんだ。特に年金制度は少子高齢化で破綻が予想されるからね。現役世代の保険料負担を増やすのは難しいし、国益にも反するから、高齢世代の自己負担を増やす必要があるんだ。ただ、年金の支給開始年齢を無制限に引き上げるのは難しいから、最終的には増税で年金の原資を補填することになると思うよ。高齢者が長く働くと、低賃金で働く人が増えて平均賃金が下がるんだよね。そうなると日銀は金利を上げられなくて、円安が続くことになる。円安が続くと、日本円で資産を持つリスクが大きくなって、家計レベルでお金が海外に流れるキャピタルフライトが広がるんだ。これが財政危機ってこと。今の状況をざっと言うと、政府債務が1200兆円で、GDP が600兆円。債務対 GDP 比は 2.00 だね。ここで100兆円。国民負担を増やすと、政府債務が1100兆円、GDP が500兆円になって、債務対 GDP 比は 2.20 に悪化する。逆に100兆円、国民負担を減らすと、政府債務が1300兆円、GDP が700兆円になって、債務対 GDP 比は 1.86 に改善するんだ。だから、PB 黒字化なんて言ってたら、財政危機が改善する見込みはないよ。年金って税金みたいなもんだから、廃止してほしいんだよね。20歳からずっと収入を投資に回してるんだけど、毎月年金でごっそり取られる分を投資に回せたら、もっと資産が増えたと思うんだ。私が投資を始めた頃、日経平均は7000円台だったんだよ。指数連動型の投資信託でも2倍、3倍以上の成績が出せたし、個別株ならもっと良いパフォーマンスが出せたはず。特に、米国の IT、株、や、半導体、なんかね、年間、何十万円、も、年金、で、取られてなければ、買えなかった。株が買えたのにって何度も思ったよ。ファイナンス的に見ても年金は全然魅力がないんだ。毎月引かれる年金の現在価値を計算すると投資価値がないのは明らかだし、支給年齢の引き上げや支給額が政府の意向で変わるようなものに投資したくないよね。加入が必須で毎月上納金を払うなんてまるでヤクザみたいな制度だよ。だから個人で資産運用や管理ができるようにしてほしいんだ。年金制度って受給者の生活のためじゃなくて国の威厳を保つためにあるんじゃないかって思っちゃうんだよね。制度自体は悪くないんだけど、説明を求めても国民の義務だから払ってくださいとか、老後は安心ですからって言われるだけ。現役世代が支払うバランスも年金だけ見ればそうかもしれないけど、制度運用の委託費や人件費、設備投資費なんかの経費は他の税金から出てるんだよね。実際には受給者に支給される金額よりもっと費用がかかってるはず。それなのに老後安心って繰り返されても、少子高齢化で支払いは減っていくから、老後神話になる日も遠くないと思う。もう日本人にとって老後って存在しないのかもね。日本は超高齢社会で高齢化率が3割にもなるから、年金が65歳になるのは仕方ないと思ってた。でも日本人の健康寿命は平均75歳くらいで、70歳になると働けない人も多いんじゃないかな。そのリスクを考えると老後資金はどんどん増えて消費も鈍りそう。
まるで老後のために生きてるみたいだよね。医療が手厚いから長生きするけど、脳も体も限界がきて介護が必要になる。でもこんなに高齢者が多いと介護する人もいないよね。認知症で寝たきりの晩年にどんな幸福があるんだろう。年金をいじる前に高齢者医療のあり方を見直すべきじゃないかな。年金制度が改悪され続けて老後の不安が増してるよね。政府が率先してこんな詐欺まがいのことをしてるから政治不信もピークに達してる。国民の生活より自分たちの保身しか考えない政治家なんてもう存在価値ないよ。選挙では自公じゃなくて他の党に投票して議席を減らそう。年金制度を民間の保険会社に委託して個人の生活事情に合った年金保険を選べるようにした方がいいと思うんだ。今のままだと月々の保険料がどんどん上がって生活にも経済にも影響が出てきてるしね。まずは現行の年金制度を維持しつつ希望者が民間に切り替えられるようにする。そしてある年代以降の新生児からは国の年金じゃなくて民間の個人年金保険を選ぶ形にして最終的には完全に民間に移行するのがいいんじゃないかな。無理に今の制度を続けて破綻して国民が怒って暴動を起こすなんてことになったら大変だしね。周りで年金を前倒しで受け取る人が増えてるんだよね。最近の値上げや増税で先延ばしを諦めて前倒しにしてるみたい。年金事務所の人は前倒しは損だって言うけど長生きすれば同じだし早死ににしたら意味ないもんね。70歳を高齢者とするならいつから前倒しできるかが気になるよね。税金と年金は違うし個人が払ってきたお金なんだから勝手に決めないでほしいよね。年金問題については岸田さんだけが悪いわけじゃないけど70歳まで働ける仕事もあれば体力的に厳しい仕事もあるよね。高齢者の運転も社会問題になってるし高齢になってから新しい職種に就くのも難しいし企業も限られる。賃上げを促進する岸田さんの考えとは違って低賃金の仕事が多い。年金だけで暮らせるようにすること、雇用や賃金の確保、体調不良で働けない高齢者の医療や生活の保障を強化することが必要だよね。そしてなぜ年金受給年齢が延長されるのか、その原因と責任を明確にして政府として国民に謝罪するべきだと思う。私は60歳で定年して年金と貯蓄でのんびり暮らすつもりでした。でも実際にはまだ仕事を続けています。多くの人も同じように感じているんじゃないでしょうか。年金と貯蓄だけではのんびり暮らすのは難しいから仕方なく働いているんだと思います。もちろん働きたい人もいるでしょうけど私と同じ気持ちの人も多いはずです。父親は私が理想とする老後を過ごしていましたが政治家たちはなぜそれを目指してくれないのか不満と不信を感じます。この政策で社会保険料の値上げがなくなり現役世代の負担が減るなら理解できる。でも高齢者の定義を変えるだけじゃなく60歳定年と65歳までの延長雇用を義務にするべきだし健康で働ける人はいいけど働けない人へのセーフティネットや安楽死制度も整備してほしい。当チャンネルの意見として岸田首相の定額減税のアピールは一見国民に対する支援策のように見えますがその裏で進められている高齢者の定義引き上げや年金受給開始年齢の変更は国民にとって大きな負担増となる可能性があります。これらの政策変更は国民の生活に甚大な影響を与えるため慎重な議論と国民の理解が必要です。単語解説リスキリング。リスキリングとはデジタル時代に対応するために新しいスキルを学び直すことを指します。企業や個人が DX に備えるために重要です。